はい、じゃあ、いよいよ、はい、まずそうしよう。はい、今、はい、決まりました。今、はい、3月18日、はい、今日決まったこと、はい、あの僕らは理想の体になるために、うん、体重を増やしたり減らしたりします。関係ないやつ喋ってるよ、いやいや、森山も同等数で増やす。45kg になりたい。あ、いいわ。じゃあ4kg ですもん。はい、45kg も、はい、はい、はい、ジョナケスティング。僕も66です。体重計乗るじゃん。じゃあ今乗ろうぜ。うちらさっきめっちゃ食ったけど、ね、やばいね、俺たち。水飲んでもいいですか。水飲んでいいですか。ダメだよ。服はこのままでいいですか。え、服どうする。じゃあ服マイナス1kg でしょ。マイナス1kg の人。オッケー。マイナス1して73で60kgでしょ。だから60、そう、71.25かな。52.05だから 51.05。 でも45kg がいいな、うん、じゃあ45だね。太りたいんだよね、藤は。俺は太る。66。じゃあちょっとまとめたの森山書いて。俺の足も重くなる。そりゃそうだよ。そうだよ、正直。そりゃそうだ。じゃあこれ目指して。これ目指して、いつまで。7月の何日よ。どっちにする。7月だったら俺66で。7月だよ。7月頭、夏に向けてだもん。7月頭で。だから7月1日集合で。7月1日にこの体重になって、ここで登場。これ大事。藤原圭介66kg。よし、頑張るぞ。ハッシュタグ66kg。長野アリナ45kg。森山ヒレス64kg。藤本コート71kg と。え、これできなかった。ビリ出さいよ、ビリ出さいよ。これちょっとできなかったな。できなかったら、うん、できないやつがやるってこと。そう。あ、じゃあ、はい。はい。はい、銀座キューベ。あー、いいね。それ、何それ、何です。寿司。いくらぐらいなの。あー、一人多分2、3万ぐらい。まあ。で、勝てばいい。で、行けばいいの。俺は寿司が一番好き。うちも寿司が好き。あ、うわ、俺も。みんな好きで、みんな好き。じゃあ9円するか。俺も好き。だから一人だけできて、うん、あの4人ができなかったら4人で一人に送るみたいな感じ。まあ頑張ろうよ。さすがに全員できないはやばいね。やる。全員達成したらどうする。だ、まあ、みんなで楽しくご飯行こう。6月15日ぐらいに、俺のちょっと予想ね、6月15日くらいに、なんか達成してるやつと達成してないやつがいる。あ、足を引っ張り出す。お前食うなって、もうお前食うなみたいな。俺らにはなんかそう言われるみたいな。え、増やすなって簡単だと思うね。食べればいいんだもんね。いや食うだけでしょ。食うのってめんどくさいんだよ。いや、食べればいいんだもん。ガリからするとだ、体重測る寸前とかにめちゃくちゃ食えば増えんじゃない。まあね、でも朝起きてさ、飯食うまでってめんどくさくない。いや、全然マジで思わない。はい、もう記録に残った。もうダメだ、決定だから。うん、これ決定だね。しないね。もう頑張ろうぜ、マジで。分かった。でもこうでもしないと頑張んない。やんない、これ結構。でもごめんけど、アリさんが一人で奢ることになる。うちだと、今51だから。マイナ6。6でしょ。うん、こんなに。ちゃんと書いとくの。あ、そういうことね。ちゃんと書いてないと。書こう。どれだけうちが大変かっていうのが。タクト俺がちょっと考える。じゃあ、だ、ちょっと1キロ増やすわ。うん、あ、森山1キロ増やす。プラス5です。みんな、今よりプラスマイナス5、6ぐらい。すごいことだよ、これは。でもこれマジでやったら、だいぶ見た目変わるんじゃない。見た目めっちゃ変わると思う。だビフォー撮っとこう。取るか。あ、持って。あ、アリシャン、じゃあ撮ってくる。アリシャン先映しとこう。あ、じゃあアリシャン、ね、アリシャン。ちょっと、全身を。はい。ここから。あ、ここ使う。タク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 と俺が。はい。今パンパンパン。タクの隣やだ。タクの隣やだ。タクチ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 ク。はい、こんな感じです。どうですか。乳首隠せって。いや、これ。モザイクで。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。アリションだよ。開けて。はい、すいませんでした。開けます。ごめんなさい。開けてね。キーボードバグの時間終わりだ。測定に入るぞ。リッチ。で、俺パパッとリッチ。はい、一応おさらいですね。はい。3月18日時点での目標がこちらになります。上3人が痩せる、下2人が太ると。
そうですね。そういう勝負でしたね。はい。なんだよ。映すなよ。映すな今。よく爆笑だぞ。映すな。はい。勝手に入って、勝手に入ってくるようになりやがった。ついに。測定すんで測定すんでずるいギリギリまで食ってるいやもうこんなんじゃどうしようもできない体重いやもう俺も要はあれでしょ富士が71キロで、うん、まあうちとの差でしょうち45キロまでどれぐらい届いてないかとあでも別にこれ負けたやつで割り勘だからさえ、そうだった。そうだよ。ビリがさ、一人で払うんじゃなかったっけ？違う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 。そんな甘っちょろいこと言ってんな。動画でやる。動画でやる。うち一人払うかと思ってた。え、じゃあうち欲しいじゃん絶対。いや、どうだろうね。まあそうだな。絶対そうじゃん。本当に。どうだろうね。え、絶対うち欲しいじゃん。なんか俺達成してるからね。うん。え、達成したとして。アリちゃん一人よ。アリちゃん一人よ。うん。今日はATMとして呼んでるから。うん。え。社長勝負は勝負だね社長勝負は勝負だからそうだね66、45、61、71はい、やりましょうやりましょうはい、測定誰から行く俺だちょっと待って、ちょっと待ってちょっとこんなちょっと動揺してる動揺してるちょっと揺らしてるちょっと最後に俺ちょっと体重落としとくわ俺もやろうあざすって感じあざすあざすって感じおおおお無駄なあがきデブども昨日の筋肉痛がであ、おしこしてこようちょっと水分出してくるいや、アリちゃんもともと51もないよねそうだよね待って待ってないよねないよねじゃあ、ハテナにしとこうかなんでアリちゃん、ハテナ51でうん、51だよ51でいや、52だ52っていくつだったよあ、そうそうそう。で、まあ、服着てるから。いいじゃん、52で。いやいや、じゃあ52で。いいで、いいで、いいで。え、待って、そんな余裕あるのそんな余裕あるのそんな余裕あるんですかまあまあまあ。ズボン脱げてんの。なんで、なんで脱げてんの誰が行く行くわ、俺が。いけって。ジンベ脱いだ方がいいかなえ、そしたら後ろ脱ぐことないあ、じゃあ。着たままで。じゃあ、着たままで行こう。え、着たままで。いや、もともと着たままで測って。いや、マイナス1したわそうなの、うん、いきますよあれ1キロもないと思います、うん、じゃあこれはな僕減らさなくていいですうわ余裕本当だな本当だなまげそんな条件一緒にした方がいいんじゃん66でしょうん、いいんすよいきますようんうわぁ65すごい待って何キロだったっけうわ達成すごいおーすごいえ、でもマジですごいわ、今日すごいすごいブラックの脱ぎて、俺カラーがすごいからねえ、でも頑張った頑張ったよ毎日走ってたよすごい 65.1 って感じだったすごいまあ寿司かかってんのこれ何キロ想定2キロぐらいじゃないですか。はい、65.1と。ゼロなし。さすがに。あじゃあダメだったら。あ、でそのそれ測ろう。あ、オッケー。え、結構すごい。まあね。怖いね。どうぞ。はい。お。あれ？素晴らしい。あれ一緒やん。カモンカモン。一緒やない。え、すごいんだけど。え、すごいんだけど。すごいじゃん。すごい。すごいね。普通に測ったら面白くなくない？頑張ったもんね。どっちなんだろうね。え、うちと富士は残しといた方がいいって絶対。じゃあ俺行こう。富士が達成できてないと思ったら大間違い。まあね。まあ。うん。この間誰？この間うちは頑張ったから。このままでいい。このままでいい。うん。あれ？59.55。59.55。あれ？ちょっと増えてる。1.5キロ増え。59.6ね。増えました。もともと。これね、あただ服の分なんで。あ。そっか。そう。俺今日朝測ったよ。朝測ったら 58.0 だった。正直じゃん。じゃあ変わってない。変わってない。まあまあ維持できた。夏までした。じゃあ。
よし、すごいすごい、ちゃい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 、あ、これちょっと乗り物だな、待って待って、アリちゃん、スタート何キロだっけ、52にした52で、目標45、ね、無理だよ、45分かってる、自分でどっちだ、これで分かる、あれあれあれ変わってねえじゃん、全然変わってねえじゃん、あれあれ50.9、まあね、50.9、まあね、1キロか、あれれれあれれ、あじゃ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 あ大本命大本命本命の筋が、俺とアリシャンは何もしなかったってことどういうことあるさあ、まあまあまあ、これだよ、一応富士は脱いで、ちゃんと、うん、え富士脱いだ方がいいね、じゃあ、あの下だ、上は着てていい、うん、いいよいいよ、勝利の最初富士は71、結構頑張ったよ、目標71で、違う、目標71、65スタート、63.7、めっちゃ痩せたあれ何してたんですか、なんでさっき言うだけなんか違うぞ、一人だけ下がりましたね、あれ最後あれ元気組だっけ、あれお前はケイスケとタクよりも体重がない本当だ、マジでやばいよ、本当だってことはどうなの、これはだからってことはこの二人が勝ち、そうそりゃそう、そりゃそう、こいつらがこの三人で寿司を終わる、どうも、ありがとうございます、でも頑張ってたから、それは頑張ってたね、本当に偉いと思う、なんか文句言えないよね、そうだったんだ、本当にそう、いやいやいや、だって1ヶ月にさ、100キロとか200キロとか走ってたね、え、超偉いよ、マジで、俺とケイス、いや、偉いと思う、アリシャンは、なんか、結構まあ、連絡取り合ってたの、やってる大丈夫みたいな、で、なんだかんだやってるで、もう体重を落としてるんだけど、うん、やばいって焦ってるふりしてると思ってたよ、うん、そんなあ、俺もそうだと思った、どっちだってマジで当日なる前分からんくて、うん、一気に俺たちを驚かせるけど、何もやってない何もやってないではね、二日酔いとかはよく来てた、ごちそうさまでした、おいしい寿司を楽しもう、楽しもう、今日はでも偉いよ、おめでとう、二人本当に、ありがとうございます、今日の夜食です、あ企業案件です、食べたいもの食べたいものいっぱい食べよう、我慢したもんな、途中経過なんもないっていうすごいスタートとエンドしかない、ちなみに今日の会計ですが16万円になります、ってことは、いや、あの3人で16万、酒とか飲んだら、じゃあ今1人6万って感じ、うわーでけーブリッシャー、お前が一番ひどいぞ、最下位で言ったらお前だから楽しみだね、今日の寿司行きますか、行こう行こう行こう、はいはい、緊張しますね、でも緊張しますね、ちょっとうわあ、じゃあ勝者だ、勝者だ、ありがとうございます、うわ緊張しちゃうな、うまくない、どうしよう、うまいし、ありがとうございます、貸し切りやん、貸し切りじゃん、わさびは私に出てきますね、はい、こっちうまい、こっちうまい、味を味わいたいんで、あとは皆さん大丈夫、パクチーとかないですよね、パクチーは大丈夫です、いただきましょう、いただきましょう、いただきましょう、じゃあ温度を取ってもらっていいですか、社長、社長、社長、ザッということで一番大丈夫です、今回は頑張ったケイス君とタク君に大変な僕らからお寿司をごちそうしたと思います、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ今楽しんでいきましょう、ありがとうございます、楽しみでしょ、ありがとうございます、行っちゃって行っちゃって、うますぎる、心とばかりにビールを一気飲みして頑張った分美味しいじゃん、別に普通の飲んじゃって頑張ってないから、金飲む、普通に飲む、なんかなんか先生今日飲んじゃう、今日飲んじゃうか、うん、好きなのだって朝から走ったんでしょ、普通に雨ちょっと降ってた、やばー、ありがとうございます、ありがとうございます、でもさ、あんなさ、感じで決まったさ、企画ってあれがさ、話なのにちゃんと続いてんの偉いね、ね、やりづらいです、黄金の空気、じゃあなんか、ね、EDM とか流してくれる、あはははは、やばい、EDM とかいいのかな、え大きい声で笑っていいのかも、あ、まあ、そうだね、音とか、そ
回ね、あの他に予約客いる。え、この隣はどなたかいらっしゃるとかないですね。あの今のところは入っている。今のところは、はい、じゃあ笑っていい。素数まだだ。入りましたらお知らせします。笑うと怒れる。笑うと怒られる。笑うと怒られる。まあまあ隣の方次第。クスクスって。大事なしてるかもしれない。いやー、なんかこうミーティングとかその席だとちょっと声がかかる時あるんですけど。はい。聞き耳立てます。まだ入ってないので。あ、やっぱりとかですね。いただきます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 。アンコって何？アンコどこ何？あ、アンコの。アンコ。アンコの肝だい。うまっ。やば。多分。多分ね。肝じゃないですよ。あ、いっちゃいました。すいません。あ、アンコってさ、うん。ポチ。あんの肝じゃないよね。あんこの心臓。ビール感謝。ビール食べて。あ、でも、まあ、1本なくしたんでしょ。これ合ってる確率 15%。はぁ、うめぇ。安っ、6も安っ、コスパ安っ。あのあんこと確かに。これいいね、ここ。あれ、割ってみつよ。ひぃー、たけぇ。たけぇ。減量成功。あ、よしよし。うん。俺らは増量さ、失敗しないけど。うん。あれでしょ、減量頑張ってたんだからさ。一緒に頑張れたじゃん。なんでそれ始めた。俺らあのなんか二人とも頑張れないのってのは無理じゃん。確かに引っ張ってくやつにゃ。でもね、本当にね、なんかね、ラインガッツってあのジム行くとか言われてたんだけど、まあ、全部断った。見事に断ったよ。てか減量ラインは結構動いてたっぽい。めっちゃ動いてたよ、ね、で、ちゃんと体重も送ってくるし、アリシャン測りなみたいな、そしたら明日の朝起きたら測ってくるんです。そう、あの週一の報告会があるんだけど、月曜日アリシャンも途中から消える。途中で途中月曜日さ、報告会あったの。そうだよ、知らなかったんだけど。数ヶ月前じゃない。知らない。敗北者これだけだ。あら、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 勝者の余裕があるんで、僕たちは。僕はね、あのもうちょい溜まったらね。あ、なるほど。溜まって。はいはい。みんなこういうの待ってる。あ、うまい。待って、食いたい。食っちゃう、食っちゃう、食っちゃう。あ、こういうこと、こういうこと、こういうことなんで。どんどん来るんですね。はい、こちらですね。車エビ、カレー、中トロになります。おー、中トロ。あー、俺カレー好きなんだよね。食べたことない中トロなんて。やばい。中トロは光ってるもん。逆に怖い、その時に食ったことない。そちらだけど、甘いわ。エビは先ほどまで生きていただいて。動いてる、動いてる、ちょっと。はい。動きます、これ。そうですよ、プラスたまに。たまに。バランスで。やばいっすね、これは。やばいっすよ、これは。やばいっすね。とんでもないところに来てしまった。あ、どうも。ありがとうございます。食っちゃう、食っちゃう、食っちゃう。アワビも美味しい。アワビもいいですね。アワビ。はい。あとお塩は車エビもお塩美味しいと。ちょっと食べてみて。どう。こいこい。うまい。うまいか。よかったよかった。今日僕らのおごりなんですよ。僕らで買った。そうそう。自然とね、そっち。可愛い可愛いやつです。本当に僕らの。皆さん同じ年なんです。あ、そうです。本当だ。そうそうそう。あ、大体。僕大体。ちょっと勝負してて負けちゃった。あ、そうそう、なんかゲームじゃないですか。そんな感じで。ダイエット勝負。ダイエット勝負。残りなんです。勝者。勝者もそうです。だから当然です。おめでとうございます。当然の結果です。エビじゃない。てかエビの弾力やばい。エビやばい。さっきも生きたからね。さっきも生きたってやばくない。怖い。そういうの覚えてる。やばいね。やってこのままやる。えぐる。この人間さっきより生きてる。そんな言い方じゃなかった。サイコパスみたいな。数時間後に死ぬって絶対思ってなかったろうね。やめろよ。かわいそう。この骨も運命。でもエビってさ、痛いとかないんでしょ。え、鉄がかあるのかな。ないんだって。ないんだ。魚はある。魚はあるんだ。そうだ、だからビビッジタバだし。エビはないんだ。エビないんじゃない。いってーみたいな。嘘、かわいそう。パブあるよ。え、エビないんじゃない。ない。ないですよ。痛くない生物ってかわいそうだね。うん。トカゲは痛いと思うか。あー、尻尾。尻尾。なんか持ってくれない尻尾に。あ、尻尾切れるの。バーンって。昔めちゃ切ったし。エビ。あ、逃げるの。重いね。メインだから。これ。いや、入るんだ。すごいね。キモッ。え、トカゲの悪口。うん。
これで遊べたんですよ。まあいいか、そんな思い入れなかった。幼少期のあれじゃん、サイコパス。幼少期のサイコパス。幼少期ってみんなサイコだよ。みんなサイコだよ。サイコパスの話してあるけど、バッタちびって遊んだもんね。いや、なんでできたんだろうね、そういうこと昔ね。今できない。できない。絶対できない。何も触れない。バッタバクチクやつ。動いてる動いてる、ピクピクしてるよ、絶対。自分の手でしょ、絶対。マジで、マジで、マジで。で、ピクピクしますよね。動きますよ、やっぱり。え、ってことは、まだちょっと気持ちがある。気持ちあるわ。気持ちあるのかな。ほら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 。あ、やばいやばい。やっぱり飛び跳ねたりもするんで。すごい。うわ、食いづらこれ。やばい。でも新鮮ってことだから、ね。踊り食いしない、踊り食い。うわ、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 新鮮だよ。痛いよ。痛い。一気にいっちゃう。魚の踊り食いとかしたいよ。動いとる。絶対美味しいよね。うわぁ、いや、いや、いや、臭い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 、下手なリポーターだわ。うわぁ、どう？うまエビや。エビや。待ってか、韓国案内してるね。韓国で、マジで。しばらく行けないね。確かに。まだ入れない。韓国って何がおもろいんやろ。俺まだ、カジノが行ったことないよ。男楽しめんのかな、飯ぐらい。あとじゃけど、ご飯も超おいしいよ。セブンラック。ずっと行ってた。てか、ずっとカジノ行きたくね。行きたい。カジノ行きたい。カジノ行かんの。行ったことないけど。行くか。うん、でも何が面白いか分かんない。いや、でも負けたら嫌でしょ。うん。じゃあ面白い。それが面白い。うん。負けたくないから、もう。何負けないから。負けたら辛いんよ。頭痛いみたいな。何ができたこのお金ですと思うよ。だからこそ楽しい。負けてる時に、これで勝てる。もうちょっと。そうそうそう。そこまでそういうこと思わないかもしれない。全然。ああ、なんか楽しかったからいいよみたいな。女ってギャンブルハマんないの。ね、なんでか分かんないけど。ね、絶対少ないよね、相対的にね。うん。男の方がバカだからさ。勝てるって思っちゃう。いやいやいやって。楽観的なんだよ。あれね、あれね。勝負ごとが好きなんじゃない。ああ、そっかそっか。すごいよ。俺と富士前フィリピン行ってさ、なんか10万ぐらい負けてて、で、取り返すか、今回は、みたいな。で、この一発が消しよう、みたいな。なんか3人同時掛けするの、同じ卓で。ブラックジャックやってたんだけど。それでもう全員勝った時もうみんなよっしゃーって言われたらしい。あれだ、その時全財産20万で10万減って、うん、で10万かけて、あ、やるよね。これ負けたらもうフィリピンの旅行は貧乏っすね。そんなことやしたくない。リスクがあるから楽しい。俺韓国そんな感じだった。これ負けたらもう終わるって。え、その後も最悪じゃん。そう、最悪。俺1回セブで2日目で全部なくなって最悪だった。え、そうなりたくないからそういうことしたくないって感じ。俺もそのハイタッチした数時間後全部捨てた。さっき帰ってくるわ。帰った。え、マジですごいやだ。20万ぐらい負けた。金全部なくなって。YouTuber じゃん。そうだった。へぇ。カジノで負けたからカジノ取り返した。引き立ってんだよね、やっぱ。もしカジノで負けたら違う方法で、まあ、仕事頑張ればいいや。そう、最終的にそう言い聞かせる。そう、最終的に、最終的にはそうなるんだけど、その場は違うよ。くっそーって。この10万、20万負けた分、仕事を頑張ればすぐ取り返せる。よってプラスみたいな感じで言い聞かせる。そう、負けた言い訳を、負けた言い訳をね、いろいろする。なるほどね。でも仕事は頑張る。頑張る。変わんないね。その時だけないでしょ、その時の気持ちだけないでしょ。頑張ろうみたいな。よくねえな、マジで。よくはない。勝てばね、全然ね、遊んでもらえるからね。遊んでお金増えるんだから、やっぱ。そうよ。勝ちて。え、ああいう場所ってさ、勝った人ってさ、逮捕されるでしょ。勝った人。ああ、若かった人。勝ったっていうより、どれぐらい金額使った金額が多い人。めっちゃ負けてる人でも優遇される。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ありがとうございます。次も楽しみにしてます。勝った金額うまくね、日本酒も。1万を1万回かけて、プラマイゼロでも、それはもう1億一発でかけた人と一緒。ああ、はいはいはい。マジ、あれ国内になくてよかった。国内になったらやばいよね。あったらさ、よく守ってるね。どんだけ金稼いでも、一晩で破産するよね。え、その国の人ってできないんでしょ。いや、いや、あの、金払えばいい。韓国はできないっていう法律を作ってるだけな。日本でやる場合は、あるよね。なんか、入場料取るみたいな。うん。
すごいわ、いいよ。邪魔だったらな。え、そうで、この町ってマジ効果すごいよ。やばい、なんか言うことあった。どれどれ、うんうん、え、効果すごいよ。マジ効果すごいよ。え、チケット変えられないレベルの。それつらかった、つらかった。何があったんだよ。何があったって、別になんか、いつもより楽しい生活ができてるから。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんか、DM で来んのね、なんか。この待ち受けにして次の日彼氏ができました、ありがとうございます。だからその偶然起きていいことをさ、うん、俺の限定してくれるから。ラッキーだね。そう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 。で俺別にこれにしてから別にそんなに俺も別に変わんない、普通集合写真だから、うん、あ違う違う、お前らはいいことあっても待ち受けのおかげなんてならないから。なんかその小さい幸せを見つけられるんだったら。あーそう。あー、いつもは気づかないけどこの待ち受けなるほどね。もしかしてこれってこういう効果みたいな。小さい幸せ大事だよ。見つけんね、うん、得意各小さい幸せくんだから。今日ね、コンビニに豚麺が売ってたんや。そういうの多いよ。あ、いいね、それはいい。絶対その方が楽しい。いち早く離脱した。あ、離脱した、もう準決。俺も離脱するわ。おい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 、やっぱさ、信じてしまってる人に効果ありませんってちゃんと言わなきゃ。なんでだ、いいな。こんなのに効果ありませんこれね、宗教の始まり。危ない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 。光が差してる。マリちゃん広めてこうな。これすごいって、うん、ってことはこの顔が晒されるんだよ。ダメダメダメ。それがいいかもしれない、いいことだ。それ加工前バージョンじゃん。やばい、いいなみたいな。レアポケモンじゃん。この後温泉がいいな。うわ、至れり尽くそうでしょ。温泉来て。あれやな。あれや、銀座感ね。銀座感ないよね。うん、うん、よかったね。なんか旅行しに来た感じするな。確かに。いいね、和室って。普通いいよね。和室作るんだ、気持ちいいじゃん。うん、あ、いいね。こんなのがいいな。うん、こだわってる感すごいし。いつできんの。いや、誰かに1000万借りたら2週間後にできる。おった、おった、あ、おった。あれじゃーん。てか、おごって。内装おごって。何の勝負で勝った。確かに、何の勝負で勝った。最後、パカッと外していただく。パカッと外した。わお。何に、何に、それは。あっちやっち。あ、暑いんだ。あ、めっちゃ暑い、めっちゃ暑い。え、撮っちゃいました。え、これ何で多分、お姉さん。はい。こだ。まあ、そのまま。え、コンマ、マジで。そうですね、お箸で。コンマ、ま。塩は気にしなくていいですか。はい、すいませんでした。おかわりとかあるんですかね。この焼きハマグリ。はい。別に追加という形になりますが、どうどうどう、まあまあまあ、大丈夫ですね。調子乗りました。姿が良かったです。自腹です。自腹です。自腹です。この後さらに美味しい焼き物ができる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。クイです、クイです。あぶやめー。普通に乗るな。普通に乗るな。普通に乗るな。はい、こんな感じです。熱くない、全然。だしも美味しい。もういいあったかさ。いいあったかさやで。うましって感じ。最高の美味しいです。すげえ、なんか。赤井先生。あ。うまいよね。日本酒。美味しいと思える、こういう日は。プリ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 。動いてる、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 プリプリプリ。食えねえや。食えねえ。あ、すいません、こんにちは。すごい、これ持って帰りたい。キューベって書いてる。あ、でも、あれよかったら勝者の方。勝者の方。あ、この最初の方。僕も勝者の方でいいか。勝者の方。ありがとうございます。いいね。うま、ハマグリ。うまい。うまいよね。うますぎる。校内会話です。やっぱ負けるやつってこうなんだよね。本気上も。校内会話です。ベストコンディションで迎えた。精神の差だよ。そう、3日前にちょっと家系ラーメン食いに行っちゃった時はね、ちょっと怖かった、正直。よくに家系ラーメン食べさせるためにね、4、5000円ぐらいかけた。タクシーで連れてる。あー、てか俺もやられたい、これ。あ、そうなんだ。ジローツアーサラダでタクシーでとジロー全部出すから行くぞみたいな。え、なんかさ、昔の動画見ててさ、なんかジローめっちゃ好きみたいなこと言ってたじゃん。うち行ったことなくて、そのあー、マジでな、何がいいの。なんかあの、なんか信者みたいな。そう、いる。まあ俺は信者なんで、まず普通に中毒性あるよ、肉。俺は好きじゃない。まず味が、
まあジャンクでうまいってのもあるんだけど、あと日本の店ってさ客の方が偉いじゃん。うん、でもジローは店員が完全に偉い。あ、なんか友達がなんか間違えたらどうしようか緊張する。あ、俺未だにする。うん、未だに。何言えばいいか分かんないから、大体夫人に合わせる。俺も夫人に分かって。え、なんで？言ってもらったの？怒られる。それになんか喋ってて、ちょっとなんかこう6個ずつ作ってんだけど、6個出して、6個出して、また6個出すときまだ喋ってたら、おい出てけみたいな感じ。どこの店だ？うん、いや、怖い店と優しい店。あるあるある。どこは超優しいんだよ。あ、相模大野とかはめっちゃ怖いらしい。へえ。え、それが売りなの？売りっていうか、もうそういうスタンス。勝者あれだ、いっぱいもらったなんでここはああ、これいろんな種類があるエビと魚です。じゃあうちらはこんな風に染みついてますよ。おー、すごっ。あっ、あれ、ありがとうございます。敗者にも、敗者にも、敗者にも、あれ勝者の特権だと思った。払うのは僕らなんで。これ家出したらかっこいい。やったハイボール、うまっ。あ、うまい。あ、ハイボールでしたんだ。このね、温度、温度ですよ。細いやつ。あ、じゃない。グラスがいいってこと？本当だ。でビールとかだとさ、すごい細いやつあるよ。これで美味しくない。あ、これ。うん。キュイン。キュインって言って、細いやつ。うちにも一個ある。細いやつ。キュイン？朝日のやつ。あ、違う、もっと細いやつ。もう、ガラスが細いよ。薄い、薄い。あ、そう、そう、そう、それ。あ、違う、違う。あ、俺、あった。俺、タクロね。あ、待って、待って、待って。あ、いい子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 。今日、トランプ一緒にしてて、モシャって言ってた。え、モサ？何て書くんだろう、モシャ。モシャ。ごめん、ちょっと覚えてた。てかさ、俺さ、その1個前に、1個あったんだよ。できへんのがあったんだよ。カタカナ3文字のやつ。あ、分かるよ、分かるよ。なんで？サミネ。サミネ？サミネ？サムネ？あ、ちょっとじゃあ、あのね、藤川さん。品津川さん。あー、なるほど。あ、藤川さん。藤川さんです。お前もや。来た！あの顔。そう、通じないの？間違ってもいいよ。英語じゃん、それ。そうそう。相手を信じてる。お前たち信じてるんだよ。年すぎる。メス帰国史上。なんでそんな日本語弱いんや。そうだ。なんだろうね。そっか。なんだろう、ずっと日本いるんだけど。うん。なんか再開したやん、クラブ。再開した最初の週のキャメは金曜日400人って言ってたの。多いんですよ、ね。そんなもんだよ。まずマックスの金曜日は1000人ぐらいかな。怖かった。半分ぐらい。でも、思ったより入ったとは言ってたね。そうだね。まあ、そうだよ。でも、そんなとこでかかりたくねえな。まあね、クラスかかりそう。かかりそうだね。そこでさ、なんか怯えながら楽しむよりさ、身内でさ、楽しんだ方がいい。確かに、言えてるわ。うちをクラブにするしかないな。警察。でも、小さいわ。警察。でも、来た時じゃん。警察署だ。4回。もう4回来て。4回来て。終わった。でもさ、その4回目からもう結構間経ったみたいな。じゃあ、女呼ばなくなって、パーティーしなくなった。パーティーしなくなった。まあでも、みんなもいるかな、やっぱ。四つ側に男4人っていうのはさ。寂しいもんね。そんな怒られるもんなんだね。あれじゃね、パレードするって言ってた。そう、パレード。いやいや、ディズニー行かへん。パレードあるね。パレード。おいしいなぁ。オッペン！でも、飯に使う金って別に無駄じゃないもんな。らしいです。これは別に、その時おいしいってだけじゃなくて、やっぱりなんか、料亭を知っておくっていう、教養にもそう。で、なんか、キューベ。行ったことあるみたいな話を顔を取りされたときに、え、行ったことありますよ、言うですよねっていう話を膨らむしね。なるほどね。で、おゆくはもう一回その人に連れてもらいたいっていう。そうそうそう。たけー連れてくれよ。その語れるのはケースとタクも変わんないから。そうなの。でもなんかさ、自分の国で行ったことないってダサくね。ダッセダッセ美味しいね、今日は美味しいね、美味しいね。これ次飲む。ありがとうございます。あ、そうなんですね。すみません、ソーダ割りがいいな。ソーダ割りがいい。俺はソーダで。あ、ジャミのね。あ、これちょっと読めないんで。あ、今そちらに読めないんで。一回読んでみて。ちょっと待って、タク、一回。これ14代秘蔵焼酎。いけた、いけた、いけた、いけた。ソーダ割り2つ目、ソーダで割って2つ目ですね。あと誰だ、14代秘蔵焼酎。絶対読めるやん。いや、もう
ミスは起こせないから俺は。カドナス？カモ。どういうこと？カモって地名。え、あ、そうはいはいはい、京都。うん。ニシンってすごいね。ニシン、ニシンそばが京都有名なんかさ、これ食べながらさ、知識あるのかっこいいね。なんか言いながら食べて、次。知識言いながら食べて、うんちく。回して回して。今だって知識できたよね。ナスだし、これの。あ、得意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 。え、なんか出しちゃっていいのかな。出しちゃったね。あ、女性見せていいか、うん、その時見たらバカしようとした。そういう男の人かっこよくない？なんかこれって実はねみたいな。あ、そうなんだ。あ、時が来た。え、アリちゃんそういう男バカにしてそうじゃない？いや、それこれさ、アリちゃんの名前渡したらさ、あの、やられる。あ、また俺たちの時に役者キモい、ね、キモいなって黙ってろって言って黙ってろ。今回やっぱなんか聞きたいじゃん。あ、そうなんだって、うん、知識あ、知性見せるか、うん、俺くんね、寝るかって言ってニシンには骨があるんです。確かにてかあるみたいな。あと、ぽい感じでもいいよ。なんか、合ってなくてもいい。あ、森山がうまい。それ森山がうまい。なんか、まあ、そうなのみたいな。ニシンは、サンマの資料のことニシンあ、マジぽい、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 ぽい。なんか、こう、シンで変わる。名前、呼び方変わるだけない。あ、ほんとに、ぽい、ぽい、ぽい。絶対違う。嘘じゃない。ぽい、ぽい。川魚と海だよね。いや、わかんない。それそうだ。サンマはない。サンマは絶対ない。確かに、いいとこにいた。あ、ニシンにはね、オメガ3脂肪酸が結構多かった。一緒に話だもん。これ全部ヴィーガンで、ヴィーガンが摂取できないからサプリで取る、ね、あー、でもこれじゃあ食べれるからすごいいいね。食べれる人はね、得だよ。何の話？俺もう次のにすべてかけてるから、うん、うまっ。うまいね、なんかさっぱりしてる。なんでこのナス美味しいんだ。ありがとうございます。あ、ケスケ、こんばんです。あ、ありがとうございます。よし、チーチーズ。あ、これ見逃しだね。うん。え、それは何？焼酎です。あ、米焼酎ですね。米焼酎っていうんだ。米焼酎です。それは何？これ14台なんだけど。これちょっとマジで。え、他にも台がある？1回飲んでた。ないないない、基本的に14台。あ、14台です。そう、これは基本的にはあの日本酒がすごい有名なやつなんだよ。米焼酎として日本酒。日本酒盛り上がりですね。うまくね、この酒。何？あ、いいよ、じゃあ飲んでみる。うまい、これマジうまい。何？タグが今語ってる、うんちく。あ、今十、今、美味しい。あ、もうね、あ、焼酎好きじゃなかったら、焼酎好きだったらもうね、でも14台で終わってるんだ。日本中って。いや、日本中。14台、増焼酎。え、じゃあ1台とか2台とかもないんだ。うん、ない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 。なんで？あるとき。偽造ないよ。あ、ない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 。浅いぞ。浅い。ない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 。いいね。何を秘密にしてんの？あ、これ何秘密にしてるか。作り方よ、作り方。そう、14台がいきなり出てきたの。いきなり14台が出てきたんだけど、なんで14台にしたかも教えないんだよ。みんな気になってた。なんで14なんだよ。1、2、3、4、13までどうしたみたいな。なんで秘蔵。なるほど。この焼酎なんだよ。だから、見て、米これだけなんだよね、米。この店で、この店で、世の中にはなんで、なんで米これだけなのかなみたいな。それも秘蔵ない。秘蔵秘蔵。お店の人も教え、知らない知らない。深いね。深いでしょ、深いかもしれない。深いけど浅いな。浅い、なんかそれっぽくない。バカが言ってる感じで、もし難しいことを話せる。俺漫画、漫画話すときはすごい頭良さそうなんだよね。知識の宝庫だから。あー、合ってるから、合ってるから。あそこ知識の方向だからさ、やっぱ何も合ってないので、俺自信満々に話を聞いて。嘘くさすぎてやばい、それは。何の話だよ。江戸焼酎って、うん、なんかいろいろ米焼酎の有名なあれなんだけど、13台だけない。なんか不吉な数字って言われてるから。おうまい。何に突っ込まれても返せんね。嘘で作るか、その前列ペラで飲めるじゃん。森山ペラじゃない。マジ詐欺師。そうきたかって感じ。そうきたかだったよ今。怖い。さすが。なるほどね。しかもなんて言って聞かせんのよ最後。飲んでみたいな。なるほどね。なんでって引っ掛けたんだね、今13台もう用意しといて。
素晴らしい。1から13までなくて、それが秘蔵なんだよ。ザリッパー飲んだらさ、ランニングしたくなるんだよ、ね、動きてえ、てかランニングはちょっとさ、歩くかな、でもさ参加してるんで、ゴタンがさ、めっちゃ走るんだ。えあもう超体力だ。え、いや、それは任せ散歩して早く言ってて、かさ、それでめっちゃ痩せたよ。そう、でもうち走るのちょっと、歩くだけでいいよ、歩くだけでいいよ、で、走るタイミングだけ走って戻ってくるから、走って戻ってくる。え、それはちょっと一緒にいやいやいや、ボタンマジ使えないから体力エグいから。あ、そう、得意俺は苦手で、使われてると見たことない。あ、お得意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 得これがタグよ。お手洗いに行きます。お手洗いは左右左だね、はい、ちょっと雪隠れ。じゃあ僕もちょっと、え、これ何で予約したの？電話か。電話してたな、タグが普段やんねえのにこんな、うんうんうん、マリナみたい、そういうところも食に関しての意思とかがすごい、うん、あ、食い意地じゃないよ。食い意地がすごい。食い意地じゃない。てか2人とも食い意地は結構強いもんな。だからこそすごいなと思って、うんうん、俺らは全然食べたくないみたいな感じだからさ、うん、でもだからこそ減量がいいな。メリットしかなかったんや。メリット。なんで噛む？今のは噛んだだけでしょ。今のは噛んだだけでしょ。噛むのかな。メロメリットが出なかったんだよね。なんかね、寿司ってんだよ、うん、下にネタをこうやってつけて食べるのが楽しい。文字見てる。俺やな、うん、ずっとこれ。え、箸使うね。あ、ベロ側に。え、醤油は普通につけるの。じゃあそれ食べてみよう。え、手食ってぐちゃぐちゃになってんね。慣れてないことするな。ウニってどうやって食うの。え、これもこうやって。いっちゃういっちゃう。まあ俺そうするね。内側に食ってて、ほっぺ側に。ほっぺ、うん、まさかの45度。醤油はさ、シャリつける。うん、うまっ。え、待って、醤油って何につけるの。ネタにつける。やばい。え、何食ってんだ俺今。うん、これなんかこれ。やばくない？こいこい。貝かな。ウニやばいね。ウニやばいんだ。ウニ好き。じゃあウニ行くかつね。森山、ウニいるそれ。ない、その5500円。危ない。もらう。安くしたら取られるじゃん。うん。やばい。ウニうまい。うん。てかさ、普通にお寿司屋さん出してるウニってさ、偽物なのっていうレベルじゃない。ね、あるよ。あれは何？ウニは。相当いいウニなんだな今日は。え、いいウニと悪いウニの違いって何？取れる場所。それは、ね、取ってからどれぐらい時間経ってるか。鮮度か。鮮度。そうなんだ。全部さ、鮮度。質量の方だよね。うん。へえ。じゃあどこで取れても一緒なんだ。うん。あ、それも違う。あ、違った。温かい海の方が美味しいよ。へえ。なんで海って、うん、まあ、ちょっとあんまないから、あ、トロ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 してるから。お姉さん聞いてんぞ、何言ってんの。逃げる、ガクッと逃げる。何広がるから、柔らかくなった方が海って欲しいんだよ。本当に。あ、これはギリだ。ちょっと危ない。最後だけ切れちゃった。ふわっ、切れちゃった。危ない。ずるくね。アナゴが塩とクレで味がついてます。はい。はい、カンピオ巻きとカッパ巻きとネギトロ巻き。最高じゃん。素晴らしいよ。うまい。うまい。うまい。でデザートもあるでしょ。すごいね。切っちゃってんじゃん。甘いものが食べれる。最高かもしれない今日は。ね、よく我慢して。確かに。あ、うまい。ナゴ。あ、ナゴやばいよね。うまいね。ナゴってこんなねんだな。ネギトロうまい、うん、うまっ。ネギトロも出るよね、差が。プリンや、プリンよね、プリンよね、うんうんうん、マジも、うん、卵だから、うまい卵ってプリンだよね。プリンだよね。でもね、なるほど、この類の卵、キラテラバー食べていいよ。ちょっと、はい、リコ、はい、リコ、え、まあ、じゃあこれ2つに分けよう。はい、いいよ。あ、なるほど、2人勝ち。よし、
これは大丈夫。おい、よし。お。あ、じゃあ 66.7% 何パー勝てんの？うん。俺勝ちだ。それは引けないわけない。うわ。オッケー。はい。はい、ロング。じゃあ、オッケー。はい。はい、ゴーでしょ。うわっしゃー。50%消えたら。よし、よし、グッ。じゃあ、はい。ぎっしゃネギとトロじゃないんですよ、これネギトロ。え、なんなん？あの、ですよね、わかりますか？な、知らない、知らない。その、こう、解体する魚を、うん、その後に骨に残ったやつをこう、ネギ取るっていうところから来てて、ネギとかは後付けなんですけど、じゃあ誘ってんだ、ネギトロって。そう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 、うん、そうそれは強くない？最後じゃない。え、ビールじゃない。え、これマグロだと思って。ビールってなんで？マグロ、マグロ。何を言おうとした？ビール、ビール。何の間違い？じゃあ関西発祥なんですよね、これは。ああ、方言で。ネギ取る。え、アナゴ？これもの。アナゴ好きだから最後。ああ、好きなの最後残すタイプね。理解。俺と一緒。俺もそっちタイプ。うん、最初に食べる人もいるじゃん。最後。3分前ぐらいから感じてるよ。狙ってる。アナゴ狙ってる。さっきからちょ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 。見て見て見て。ネギトロ好きだな。すぐ聞いてくるよ。あ、そこはない。夕食の時言ったよね、そういうやつ。先に言ってくるやつ。でも結局もらえないの、毎回。聞いてももらえないよ。だいたいもらえないよ。もらえない。でも諦めてる。なんか読んでないよ。ネギトロってそうなんだ。ね、ネギトロね、それびっくりだわ。ガチ？うん。だからテレビかなんかで見たから。あ、じゃあガチだね。マジか。いや、腹いっぱいになってきた。いいね、いいね。おなんだあれ？え、な、アナゴ？マジ腹いっぱい。おやばいんじゃないこれ。一番大好物やしかまたくの。あれ、じゃんけんする。じゃんけんする。どうせ4人でやらないって言って。まあ、じゃんけん一回じゃん、一緒。まだ一回、一緒。まだいや、これ、喜んで。喜んで。絶対喜んで。こういうことやると。それで食う。それ、そうしたら。絶対そうじゃん。絶対そうじゃん。そうだね。それは食う。あ、でも、つらそう、つらそう。いや、これ食うよ。これは食う。いや、こいつも盛り上がる頃にベットするとかもある。ああ、そっちにベットしてくれたらいいね。まあ、確かに。でも、やっちゃいけないのは先にじゃんけんすることです。そうだね。無駄の行為。食うことに盛り上がる意義を見出したら絶対食うから。そうだね。さあ、どうする。うん、普通に俺もお茶飲む。いや、俺好きや。普通にお茶飲むなんて普通の人言わねえ。落ち着けや。言わねえんだよ。確かに。そうそう、そんな食べたい食べたい。香りですぎ。あ、だめ。香りですぎ。やらないってもう勝てない可能性あるから。勝つ可能性 25% だ。そう、捨ててる俺。誰も聞いてない。何言っちゃった。誰も聞いてない。でもマジでタクの一番クイージーやばいよね。俺一番あるよね。やばいよね。それによく我慢したよ。これ我慢した。間違いないよ。我慢して。結局さ、なんかさ、食う方にシフトしたじゃん。食っても走ればいい。そう、そっちにシフトした。偉いね、本当に。それはすごい。え、だからここの、ここへの食い地がやばすぎたんじゃないだよ。もうそれまで食い地やばいよ。真ん中食われた。真ん中の顔面分かった、今。空気が変わったんじゃないか。たく横目で見てた。ここ超えてて、気づいた。俺が食う、これ大変なくこうやって食ったら、周辺視点、周辺視点、周辺視点見えたね。こっちも人にこっち見えた。周辺視点、これで動きが見えたね。こういう動きが見えたみたいな。わ、野生動物じゃん。やば。レベルが違う。これは。そう、お吸い物上位交換って感じ。お吸い物ね、これ。ちなみにアナゴを1個追加したらいくらかかるんですか？そうですね、まあ、ちょっと日に言ってですが、そんなにしない。ちょっと聞いてもらっていいですか？お願いします。今のは1貫ですので、1貫を半分にして塩と食べます。おー、聞いてきますね。あ、じゃあ。やばいね、それ。課金しちゃうかもしれない。ある、自分で、自分で。だって、ねこんぐらい課金させてください。いくらだったか、うわ、2000円。あれで、当てようよ。あー、当てるか。1500円。1貫、1貫だ。2個で1500円。今日の価格で、うちも1200とか。
1800円です。1800円。12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 00
いいよ。思ってより安かったでしょ。で、ね、でも、レースに高いな、600円。だランチ食える。ランチ食えるよ。確かに、そこまでだった。幸福になる方法みたいな。1日3個その日良かったから、書いて、それを21日続けると幸福度が上がるし、それで余裕でできちゃったし、今日は休憩。俺とケスケやってたよ、くじけた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 。いや別に前日と同じこと書いてもいいんでしょ。うんうん、2個しかいいことない日とか。あ、俺もやる。今日は7月1日になった、寿司が食べれた。ちょっと待って、最初のやつ、最初のやつ、最初のやつ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それ暦、もう暦。だから7月1日で解禁でっていうことが、あ、そういうことだ。そういうこと。あ、なるほどね。解禁で、解禁で何も食べておけで、美味しい寿司食べたって走れた。雨で、そう、雨の中クアラで2回はなんか委ねてくれてる。いや、私やばい。俺その1回つけてたよ、1日3個使うっていう。1個目、もう初日の1、仲出しができた。マジやば。モモちゃんを紹介してくれたこと誰だ。モモちゃん、モモちゃんって誰。伊東洋華堂に行ったら弁当が半額になってた。あ、俺それ書いた。俺書いた。あ、当時半額の時言ってたよね。うん、結構みんな品川二郎が美味しかった。おお、いいじゃん、いいじゃん。え、それ誰のLINE書いてるの。俺個人でグループ LINE 作ってやってる。あ、じゃあ俺も書こう。弁当さんはくっそ暑かったの。え、それってさ、たまたま起きたことじゃなくて、最初から決まってたその寿司食えたところに。うん、知らずだと思った出来事。てかこれ面白いわ、日記になってる。そんな自分に厳しくなりそう。緩くでいいんでしょ。自分が幸せだと思ったんでしょ。なんでかっていうと、その日々の幸せな部分に目が向くようになるからっていう癖がつくから。得意だ俺。うんうん、いいかもね、待ち受けでハッピーを待つっていうの。いや、あれっていつだっけ。何月、2月、3月、この富士、うん、3月、これ、うん、撮ったの3月ぐらい。覚えてない、全然。まあ、大井町ラストぐらい。だから3月だ、3月末ぐらいだ。赤抜けだったかじゃないんだよ。27歳、確かに。え、これさ、眉毛アートの後。いや、あとだな、あとだな、時期的に。垢抜けたって面白いよ。垢抜けた。でもこれ垢抜けた。垢抜けたねって俺一番言われたくない。そんな垢抜けてるもんだって。もっと芋みたいな。そんな。恥ずかしい。デビュー。しかもここに言われてんの。垢抜けたじゃんって書いてある。俺ら誰が一番先結婚すると思う。ね、森山っぽさ。森山っぽ。森山っぽ。楽しい。甘かった。じゃあ、誰が一番最初に離婚しそう。俺。マジか。それ、意外と。俺。森山とケスって子供に干渉しなそうだよ。うん、どうなんだろう。なんか怒ったりしないでしょ、ケースとか。どうだろう、ちゃんとしなさい。親になったら違うから、親になったらまだするの。分かんない。娘は、うん、やばいね、結構監禁しときたいって思っちゃうかもしれない。怖っ。男に触られたくねーみたいな。自分がそういう男だったから、うん、そういう男に、俺みたいな男に近づいてほしくないって思う。あ、娘でしょ。わぁ、ケースこれ、森山兄弟じゃないから。そうか。こんなに気にせずに食べたの久しぶりじゃない。え、楽しい食事って。帰ってもまだ食べてる。カップラーメンで食べちゃうか。スイーツもったいねー。今これ美味しいもん食ったのに。カップラーメンで食べる。カップラーメンあれが一番うまい。もったいねー。まあ、味直し、口直し、口直し。うまっ。ちょっと、やっちゃっていいですか。やっちゃっていいですよ。あれですよね。ちょっと想像と違う。ちょっと入ってるから、今の話が。わかった。わ
お値段いくらなんでしょうかね、予想してた値段よりやっぱ違うわけじゃん、追加してるからいろいろ。はい、それ何の？おいしそうね。おいしそう、はい、何日だろう、7万の1人3万円です。実際な1人3万円なわけだから、じゃあ7万円、1人7万円、はい、11だっす。いくらだろう、いくらだろう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。最高でした。ありがとうございます。美味しかったです。はい、美味しかったです。皆さんのリアクションがやってて気持ちよかった。よくやります。ごちそうさまです。ごちそうです、本当に。ありがとうございます。またやりたいな、この企画。この企画ないですか。なんかさ、こういう自制心差別やめてほしい。もうちょっとさ、違う種目でやりたい。ああ、いいよいいよいいよ。でもさ、頑張るができないじゃん。疲れ持ったもんや。頑張るができないから。ただの色差別したのと一緒やん。いや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 。ボーロン。何だったら勝てんの？あ、投げ。自分の今の投げやん。この期間が。長いだね。3ヶ月。3ヶ月に1回ぐらいでしょ、こんな出費は。まあ、確かに。確かにそうだね。だから1人で21万払ったかもしれないじゃん。うわ、やばい、頑張ったね。また戦いたいよね。基本こういうの絶対勝てない。絶対勝てない。じゃあインディアンポーカー。おお。インディアン。それで9名なの。でもさ、すごい頑張ったから余計美味しく感じるし、こっちもだから頑張ってたなって思って別に払ってもいいですよ。じゃあインディアン効果だと。確かに。そうだね。なんで運がなかったんだよさ。確かにね。なるな。負け感がすごい。そうそう。なんか何も言えない負け感ね。言いたいよ、俺も。そうだね、言いたいよね。ふざけんなみたいな。ふざけてたのは俺だ。3人で競えば何を。いや、割り勘で高いもん食いに行くだけだ。全員やべ。この動画100万再生いかねえかな。いかねえだろ。